皆さんこんにちは。私の名前は吉野。短期メインの派遣会社に登録している27歳の派遣社員です。私は食べるのが大好き。とにかく好き。大好き。美味しいものを食べると幸せ。嬉しい。今日も友人と一緒に食べ歩きに行く予定だった。でも何やらトラブルが起こったらしい。ごめん、もう起きてる？起きてる。起きて食パンと納豆を食べている。食パンを焼かずにそのまま食べると喉が渇くけど、納豆と一緒だともう満体。これすんばらしいライフハック。わかる。食パンと納豆って結構相性いいよね。私サラダほうれん草を乗せて食べるのも好きだわ。これについてはまた今度語り合いたいんだけどさ、ひとまずごめん、今日の食べ歩きキャンセルさせて。わお、本当にごめんね。いや、いい、別に大丈夫。何かあったんでしょ？大丈夫、お土産を買ってくるから心配しないで。よしの、あんたは本当に私の癒しだよ。ちょっと妹と彼氏とバトってくるわ。バトル？そう、妹が私の彼氏と入籍したんだって。あ、理解不能。1時間くらい前に報告の LINE が来たんだよ。1時間前、トモコと妹ナナの LINE。 お姉ちゃんおはよう。あれ、ナナ、こんな早い時間にどうしたの？珍しいね。それがお姉ちゃんに報告があるの。報告？新しい仕事でも見つかったの？違うよ、私専業主婦になるから仕事する必要ないの。専業主婦？私お姉ちゃんの彼氏と入籍しちゃった。へー。え、私の彼氏？そうなの。実は半年くらい前から付き合ってたんだよね。だってさ、会社の社長になったんだよ。お姉ちゃんにはもったいない。ナナ、自分が何言ってるか分かってるの？分かってるよ。分かってて彼氏略奪したんだし。は？だってお姉ちゃんって顔は微妙だけどさ、頭いいじゃん。今も大きな会社でバリバリ働いて稼いでるし、だからいい男捕まえたら奪っちゃおうって思ってたんだ。フリーターの私じゃいい男と出会う機会もないしね。なのに全然いい男捕まえないで、地味な男と9年も付き合っちゃって。お姉ちゃんって案外一途だよね。ま、それも無駄だったけど、だって妹に略奪されちゃったんだもんね。そんなこと言って自分で情けなくならないの？別に、だって結婚した者勝ちでしょ。つまり私が勝ってお姉ちゃんは負けたんだよ。ごめんね、社長さんもらっちゃって。私社長夫人として幸せになるね。ありがとう。とりあえず話をしよっか。もぐもぐもぐ。ああ、なぜ餃子というのはこんなに美味しいのでしょう。まずはそのままでパク、酢にちょんとつけてパク。醤油と酢も美味しいし、ラー油も美味しいし、私のよく行く町中華のおっちゃんはラーメンに一つ乗せて食べるのをおすすめしてくれた。ラーメンのスープをたっぷり吸った餃子、アンビリーバボー。こんな感じで私は食べ歩きを満喫し、冷凍餃子を購入。そのままトモコの家にお土産を持って行った。その頃には妹さんとの話し合いは終わっていたらしい。それにしてもトモコは大喜び。冷凍餃子も喜んでくれて早速焼いてくれたので、トモコの家でまた餃子を食べた。おいしい。トモコはなんだかすっきりした表情をしていた。数時間前。へえ、話しようとか怖い。9年も支えてきた彼氏を妹の私が奪っちゃってごめんね。だって社長になったんだもん、奪うしかないでしょ。あんたって本当に頭悪いね。え？いいこと教えてあげる。私彼とは別れるつもりだったの。は？そんなわけないじゃん、社長だよ。それに9年間も別れなかったくせに。逆だよ逆。社長になったから別れたい気持ちが強くなったの。今までは惰性でなんとなく付き合い続けてきたんだけどね、能力もないのに社長になって偉そうにしている姿がもう本当に無理になっちゃってさ。何度もプロポーズされたけどやっぱり無理だったの。結婚して不幸になるくらいなら結婚しない方がいいかなと思って。あ、そう、大丈夫です、負け惜しみ。そうだね、負け惜しみかもしれない。ナナの存在も別れを決意したきっかけだから。私？そう、ナナが彼に近づいてきてるのは分かってたの。
ナナにデレデレする彼を見た瞬間、正直気持ち悪くなっちゃってね。でもナナと結婚してくれてよかった。これで私も逃げられるってもんだわ。逃げられる？そう。別れ話は何度も出てたんだけど、毎回泣いてしつこいのよ。だからありがとうね。負け惜しみでしょ、そんなの。私が彼を幸せにしてあげるから、負け組はとっとと消えな。餃子うまうま、ハフハフ、あっちっち。トモコが冷凍餃子をたくさん焼いてくれて二人で食べた。トモコは辛いんじゃないかなって思っていたけど、なんだか表情はとても晴れやかで、二人でたくさん食べて飲んでお腹出して寝ていた。けどトモコが毛布をかけてくれた。嬉しい、ありがとう。トモコは以前からずっと別れたいと言っていたけど、別れ話をすると彼が泣いて暴れたりするので大変だったらしい。妹のナナちゃんが奪っていってくれたのはある意味いいことだったのかな。私には恋愛のことはよくわからないけど、なんだか面倒くさそうだと思った。トモコがすっきりしたならそれでよし。2週間後。よしの、この間は本当にごめんね。いい食べ放題のお店見つけたからさ、今度の日曜一緒に行かない？来た、行かない理由がない、最高。焼きたてパンでしょ、パスタでしょ、サラダやフルーツもあるし、しかもめちゃくちゃ美味しい唐揚げも食べ放題なの。やばくない？やばやばい。いろいろすっきりしたからさ、いっぱい食べたい。すっきりしたならよかった。いやさ、いくら別れたかった彼氏とはいえ、妹に略奪されるとなるとちょっとだけモヤっとした気持ちがあったの。でもあの二人今すごく大変なんだって。その話を聞いてすっきりしちゃった。性格悪いかな。私がトモコと同じ立場だったらすっきりしすぎてお腹が空いてるかも。それならよかった。元彼にはさ、会社の社長になるなんて能力なかったんだよね。だからいろいろサポートしてあげてたんだけど、今は一人でやってるからね。結果として会社めちゃくちゃなんだって。めちゃくちゃ？そう、帳簿関係もめちゃくちゃだし、取引先ともトラブル続出。私ってダメな女だわ。なんでダメ？泣かれたり暴れられたりするのが面倒で、彼のことサポートしてたから。彼をすごく甘やかしていたんだと思う。彼にとっても私はダメな彼女だったんだろうね。彼が成長する機会を奪ってたんだし。別にトモコが奪ったわけじゃない、元彼さんがトモコに甘えてただけだから大丈夫。よしの、次に彼氏ができることがあったら今度はビシバシ行くよ。ビシバシ、たくさん食べさせる。もちろんだよ。翌日、トモコとナナの LINE。 お姉ちゃん、なんでなんで電話に出てくれないの？ああ、というか鬼伝やめてよ、うるさいんだけど。夫くん、もうお姉ちゃんが電話に出てくれないって。いや、もうブロックしてるし。なんで、なんで私たちのこと応援してくれないの？フレーフレー、がんばれ。そういうことじゃないってば。お姉ちゃん何してたの？何って、今日は16時に仕事終わったから、お気に入りのパン屋に行ってパンまとめ買いしてきたけど。違う、夫に何してたのよ。何って、何の話してるの？もうちょっと話を整理してよ。夫が、トモコがいなくなったせいで会社がやばいって。そりゃやばくなるでしょう、社長がやばいんだもの。仕事ができないから会社での立場が悪くなって、そこから逃げるように会社作ったような人間なんだよ。わからないことがあるとメソメソ泣くし、物に当たるし。だから面倒になって私がいろいろサポートしてあげてたの。今が彼の実力だよ。だって、え、嘘でしょ？なんで？だって社長だよ。今時誰だって社長になれるよ。大切なのは社長になった後どうするかでしょ。でもここまでダメになるなんて。それに関しては私も悪かったね。泣かれるのが本当に面倒だし、気持ち悪くていろいろ手助けしちゃったからな。じゃあお姉ちゃんのせいじゃん。彼のこと助けてよ。あの人と結婚したのはナナでしょ。ナナがサポートしてあげなよ。こういう言い方は悪いかもしれないけどさ、多分ナナがやった方がうまくいくレベルだと思うよ。私以下ってどう考えてもやばいじゃん。私バイトでさえクビになるレベルなのに。ナナ、そういうところは素直なのにね。その素直さで旦那様を優しく支えてあげなさいな。無理無理、絶対に無理。私どうしたらいいの？
パパとママももう実家に帰ってくるなって言ってるし、ゲ両親も冷たいし、味方がいないじゃん。そりゃそうでしょ。あの人とは家族公認の仲だったんだし、いきなり妹の方と結婚しましたなんて事後報告されてもね。でも、じゃあ私はどうすればよかったの？あのね、なんで私にそんなこと聞くわけ？じゃああの人と結婚しないで他の男性でも探せばよかったんじゃない？ま、見つかるかどうかはわからないけどね。もう結婚したんだから、あとは支えてあげるしかないでしょ。そんなのやだ、絶対にやだやだやだ。その後、結局智子の元彼で妹夫の会社は即潰れた。そりゃそうだ。というか会社は何だと思ってるのか、まるで粘土遊びみたい。ちなみに私は学校の授業で粘土を使った時はいつもパンを作ってた。これがなかなか楽しいし美味しそうに見えたのですよ。ちなみに元彼は智子が働く会社にやってきて土下座で、智子にすがりついてしつこいから警察を呼ばれたよ。奈々ちゃんの方は実家に助けを求めたけど、ご両親はもう絶縁だ、二度と帰ってくるなと怒っているらしい。ま、二人とも今までみたいにはいかないでしょうね。そんなことよりも智子と行った食べ放題のお店が最高だった。皆さんはどんな食べ放題のお店が好きですか？私は全部。ちょっとちょっとしのさん、超ビッグなニュースよ。な、なんだって？何それ、面白い話なの？もうね、超笑っちゃうのよ。あのね、七瀬さんいるでしょ。ああ、あのホワホワで可愛いママさんね。あの人ね、今日公園ですってーって転んでたの。おかしい。やだよあんた、人が転んだの見て笑ってるの？だってドスーンってすごい音がしたのよ。どうしようね。はあ、ちょっと花さん、あんたそれでどうしたの？え、たまたま通りがかっただけだったからそのままスーパー行ったけど。あー、でもうちの旦那に LINE したわ、ママ友が転んだって。七瀬さんの周りには誰かいたの？あー、別に誰もいなかったわよ。お子さんと来てたみたいだし。やだよあんた、ちょっと変なところ打ってたら大変じゃないのさ。助けてやんないとね。別に大丈夫よ。あー、でもおかしかったな。これで北海道旅行に行けなくなったりして。はあ？あ、そうそう、そういえば三丁目の山田さん、また痔になったんだって。あの人去年は切れ痔で今年は痔瘻。あー、面白すぎ。しかも田中さんはパート先のスーパーが潰れたのよ。わざわざ隣町まで通勤してたのにね。あー、やだやだ。え、何が？花さん、あんた人の不幸を笑っちゃいけないよ。何言ってんのよ、こっちとら暇な主婦なんだからさ。人の不幸は蜜の味って言うじゃないの。全世界の主婦に謝りなさいよ、まったく。それにね、そういう話は聞いてるこっちもなんか嫌な気持ちになるもんだよ。うちの父ちゃんはね、人の悪口なんか絶対に言わないんだよ。ああ、世界一の父ちゃんだね。ああ、もういいわよ、そんな話つまんないし。じゃあこれは佐藤さんの奥さんね、よく派手な服着てるでしょ。ああ、あの人、おう猛烈って感じの服好きだね。男の人たちが見たら鼻血ブーしそうな。猛烈牛。まあとにかく派手な服着てるでしょ。そのことでね、ご主人と喧嘩になったんだって。おかしい。あんたね、そんなことばっか言ってるといつかしっぺ返しが来るよ。そんなのないない。私ら子供の頃はね、お天道様とか八百万の神様たちが見てるって言われたもんだ。ちゃんと自分のしたことっていうのは返ってくるんだよ。やだ、しのさんたらおばさん。そりゃあんたこの年でおばさんじゃなかったら怖いわよ。もう冗談はよしこちゃんだわ。それでそれでそれで、うるさい。ああ、もう何よ。まったく、もう人の不幸ばっか喜んで。そんなことしてる暇あるならね、北海道の名物でも探しておきなさいな。もう旅行も近いんだし。ああ、みんなで行く北海道旅行ね。誰か遅刻したりして、それはそれで面白いけど。ありゃダメだねこりゃ。こんにちは、私の名前はしの。大好きな父ちゃんと一緒におにぎり頭の三兄弟を育ててる母ちゃんだよ。花さんは同じ町内だから関わることが多いんだけどさ、
まあ人の不幸話が好きみたいでね、それをケラケラ笑って話すからね、困った人なんだよもう。でもやっぱりお天道様ってのは見てるもんなんだね。町内会で行く北海道旅行、花さんも一緒だったんだけどさ、なんだか自業自得な結果になったんだわ。いやー、家族で20人前の高級ガニ完食、もうお腹いっぱいよ。安い旅行なのに食べ放題付きとか北海道最高。町内会長もやるわね。やだね、あんたおバカだよ本当。え、何の話してんの？いや、花さんこそ何の話してんの？カニ食べ放題はオプションでしょ？花さんは申し込んでないのよね？はぁ、え、はぁ、だってみんなバスの中でカニ食べ放題楽しみだって言ってたでしょ？そりゃそうだよ、花さん一家以外はみんな申し込んでたからね。でも高級ガニじゃなくて普通のカニだよ。あんたどこでそんないいもん食べてんの？だってついてると思って、あのホテルの中の。あの高そうな和食の店か。あんたそこで高級ガニ20人前って、そんなの破産しちゃうでしょ。笑い事じゃないわよ。どうなってんの？どうなってるも何も、ちゃんと人の話聞いてなかったんでないの？花さんいっつも人の不幸話ばっかりしてて話聞かないでしょ。私オプションのことなんて聞いてないもん。やだ、町内会でも話してたし、チラシにも書いてあるし、てか申し込み書にもオプションの説明とチェック欄あったでしょ。あんたもうボケたの？ボケる人は早いらしいからね。ほれ、駅前の病院、あそこ2代目になってから物忘れ外来ができたんだよ。若先生に見てもらいな。ふざけんじゃないわよ。どうしようこんな支払い。まあ自分が悪いんだからどうにもならないね。そんな。いやー、高級ガニ20人前とんでもない金額になっただろうね。まあ払うしかないよね。今回泊まったホテルがさ、結構お高いとこなのよ。なんか町内会長のお孫さんがさ、閑散期で安いとこ見つけてくれてね、まったく優しいお孫さんに恵まれたよね。あ、また話がずれちゃったわ。ってことで旅行を楽しんでるんだけど、今回って基本は自由行動なんだよね。希望する人だけがツアーに参加するって感じなんだけど、父ちゃんやおにぎり頭の3兄弟とあちこち行ってたら、また花さんから連絡が来たんだよ。ちょっと、シロさんたちどこにいるの？私たちは宮の森ってところにいるよ。宮の森？どこそれ？丸山公園の近くだよ。ほれ、大きな神社があるとこ、北海道神宮だね。この辺りは落ち着いたカフェが多いからね、みんなで休憩してるよ。お願い、今すぐ時計台まで来て。え、何かあったの？私転んじゃったのよ。なのにうちの家族ったら白状なんだから。旦那は昼だけどすすきの見物に行くって言うし、子供たちも地下街見てくるって言っちゃうし、もう最悪。あれ大変だね。歩けないの？歩けるけど、そんなにスタスタは無理よ。それに一人は寂しいじゃないの。何言ってんのさ、歩けるなら大丈夫だよ。こっちはこっちで楽しんでるんだから、そっちも一人で楽しみなよ。楽しめるわけないでしょ。ちなみにしのさんたち何してるの？私たち、まず朝一番で時計台とかテレビ塔見たでしょ。そこから市場に行って海鮮丼食べてね。あとはカニも届けてもらう手配したでしょ。その後は北海道神宮に行って、今は近くでお茶してるわ。いやー、丸山周辺もいいところだね。落ち着いててマダムな感じだわ。何よ、シノさんにはそんなところ似合わないわよ。あんたそういうことばっか言ってるから、こういう時誰にも相手されないんだよ。ふん、観光に来てるのにお茶飲んでとかバカみたい。何言ってんだ、札幌はベーカリーとかカフェが多いんだよ。私らがいるお店も美味しいコーヒーで有名なお店でね。まあ私はそんなに味わかんないけど、父ちゃんが大喜びだよ。父ちゃんが嬉しそうにコーヒー飲んでるところ見るの幸せだね。くそー、あ、ん？な、何よ、バカにしやがって。は？花さん、あんた頭大丈夫？ふん鼻息が荒くなったの？違うわよ、ふんよふん、鳥のふんが頭に落ちてきて、いやー。あんた面白いね。くそ。
そうなんて言うからそのまま降ってきたんでしょう。やだ面白い。バカにしやがって。ふざけんじゃないわよ。あー、せっかく新しく買ったブランド物のコートが。あっちゃおニューだったんだ。ブランド物のコートじゃ相当高かったでしょうに。シノさんのせいよ。あっしには関わりのねえ子って。なんでこのベンチきしんでるの。また腰打っちゃったじゃない。いってってって。いや、花さん面白いね。一人でコントやってるみたいだよ。素人お笑いコンテストにでも出てみたら。うるさい。ちょっと助けてよ。何言ってんだ。日頃人をバカにしてんだからさ、お天道様が見てんだよ。それじゃお土産のコーヒー選ぶから、じゃあね。バッハハーイ。もういや。結局花さんは旅行を楽しめないどころか不幸に終わってしまったんだよ。挙句に大騒ぎして文句言いまくってご主人と大喧嘩してね、最終的に離婚になっちゃったんだ。なんか不幸だからって理由で怪しい宗教に入ったみたいだけど、まったく困った人だね。ちなみに人間が見ていなくても太陽が見てるからね、お天道様にはそういう意味があるんだってさ。なるほどね。まあ神様だけじゃなくて、なんだかんだ人間も結構見てんのよね。花さんがいい人だったらいざという時もみんな助けるでしょう。日頃から人の不幸を笑ってるような人だったからね、まあ仕方ないわな。ちなみにうちのおにぎり頭三兄弟にもお天道様が見てるよって言うんだけど、一番下の子は一生懸命太陽のどこに顔があるのか探してるよ。それ見て父ちゃんニコニコ笑ってね。こういうのが幸せっていうのかね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。